初めてスパチャをお送りいたします。訳あって本日もって3年間毎日遊んでた原神を引退いたします。やめちゃうの？2年ほど前から原神楽しませてもらってますが、参加型には一度も参加できませんでした。ごめんなさい。最後に将軍とイエランの生物見てもらえませんでしょうか？見ていただけたら最後に気持ちよく引退できます。私が見なかったら引退しないとかそういうことない？そんなに強くありませんが、よろしくお願いします。これはまあいろんな事情があるよな。あれかな、受験勉強とかかな。結構あり得る編だとそっか。いたわ、受験勉強するから原神しばらく引退する。あいつは受かったみたいだね、確か。うん、微笑ましい。見てあげましょう。 P さんで、ライデンとヤラン。そんな強くないけど見てほしい。どれどれ。私の参加型に入りたくて、でも2年間入れてないっていうのはちょっと心苦しいな。ちょっと しばらく1回も入れてない人限定で参加型マルチかけましょうか。しばらくそうしましょうか。1週間ぐらい。武器草薙、モチーフ武器、こんなモチーフ武器引いてんのに引退しちゃうの？弱水精錬さんじゃん。これ貫突でしょ、やらん。あ、1突なんだ。ライデン2突か。ライデン2突モチーフ武器で引退したらもったいない。でも決めたならしゃあないな。で、良い意味やフリーな関羽プレイ。うー、関羽引いたのに、まあ、なんか事情が急に出てきたんかもしれんな。ちょっと見ますか。絶縁読んでチェック。え、なんかすごい攻撃寄ってる。まあでも、まあライデン攻撃はまあ全然使うね。 49.8 だ。ちょっとライデンは会心と原茶がね、攻撃よりは大事やけどな。でもいいね、羽根強。 49.8。 あ、これ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 、ライデンにとって最強これ。やば、え、めっちゃ強いじゃん。 49.8 だ。ライデンはそう、モチーフ武器が草薙じゃろ。で、突破ステータス原茶なんですよ。だから、まあ、草薙持ってるライデンは生物で会心盛るしかないから、こういうね、会心率会心ダメージのガッチガチがね一番いい。うん、であとはまあ原茶と攻撃がちょろっとついてるやつやな。まあ、原茶かな、原茶がちょろっとついてたら最高っす。こういうのは最強。 49.8 あるから。で、原茶時計、あ、そうそうそう、そういうの。 34.2。 コップが雷バフで、あ、なるほど、コップが雷バフだからちょっと攻撃意識してるってのもあるのか。え、これクソ強いな。 49.9 だ、スコア。 やばいぞ。冠が律冠で冠もえぐい。 42.6 原茶だ。冠もすごいな。え、ライデン強くない？ライデン、え、強いわ。攻撃力1800あるけど、この草薙の効果でね、だいたい500弱、450ぐらい上がるから、攻撃力2280ぐらいある。高いです。率71、ダメ152、現地260。強いわ、ライデン。二突で草薙だから、もう、頑張ればね、その気になれば20万とか平気で出ますよ。やめるならくれよ。原神はキャラクターとか、武器のギフト機能ないんじゃよね。ギフト機能があったらみんなサバカ作って本垢に送るから。で、ダブルクラウンと。素晴らしい。旅人さん、ハルさん先輩と厳選中のクリちゃんお願いします。はい。バージョン 3.8 から。お、 UID8888 続いてる。 見てて気持ちいいな。 3.8 からで、ファルザン先輩、ファルザン見てほしいって人珍しいな。あ、これアタッカー型ちゃう？攻撃力1900だぞ。うん、あ、来た、アタッカー型だ。当局は一応ファルザンアタッカー型にするならね、当局が一番強いです。ファルザンはね、アタッカー型だと元素スキルのダメージがメインで、まあ、それにバフかかって回心率と攻撃力上がるから、でちゃんと銃撃も使うしね。アタッカー型ファルザン、当局がベストです。いいんじゃないか。生物黄金4。うん、そう、あのアタッカー型ファルザンは銃撃でスキルのサイクロンが発動したり、貫突してたらね、追撃で自動サイクロンが発動してスキルのダメージがメインなんですよ。黄金4の当局のアタッカーファルザン、これ強いかもな。あの、これ自由枠、黄金4、あ、自由枠だ。スコア 46.4。 羽何本？ 15.6、 26.5、 40.9 かな。待って、13.4、 24.3、41かな。ちょっと待って、計算できない。 15.6、 26.5、 39.9。 あれ、なんか、え、やばい、計算力落ちた。何度計算しても答えが違う。 18.7、 26.5、 39.9、 13.4、 24.3、 39.9 か。スコア 39.9、 原茶ですね。うん、いいね。あの、ファルザンはね、原茶いります。爆発一応80なんで、え、ファルザン爆発回さないとね、やっぱアタッカー型として動きづらいから、原茶大事。なんならこの時計ね、原茶でもいいよ。どう？
あ、攻撃時計なんだ。うん、いい。なんで原茶でもいいかっていうと、当局で攻撃力上がるから爆発回すために時計原茶でもいいんですよ。でもね、スコアめっちゃ高いからいいわ。43.6 スコア43の攻撃時計原茶、これやばいな。八重美子とかフィッシュルとか、なんか攻撃使うスキル強い系のキャラも輝くで、これやばい、これ一番やばいな。うん、トップが風バフで、うーわ惜しい。いや、私も黄金4セット強いの揃えてね、ハルザンメイン回やりたいんですよ。これ 31.1 原茶です。いや、これハルザン用、これめっちゃ強 い、 いや原茶もあるしな。 31.1 の原茶ですよ。いい。冠は 25.5 原茶。そう、ハルザン爆発回さないとダメな、アタッカー型でも。で、原茶がサブステータスでね、意識できてるし、スコア高い。5.8、14.5、で、13、15.5 だよ。原茶、サブステだけだけど、140ぐらい漏れてんちゃうか？そうやね、140ぐらい漏れてて、攻撃力も1900から当局で上がってんの、2000、攻撃力2000超えます。リツダメ、アタッカー水準、86174、原茶140ある。これ強い。めっちゃ強い。問題は貫突してるかどうかだな。どう？あ、テンプレベルはスキル上げてる。ああ、これはね、アタッカー型ファルザンをめちゃくちゃ高い水準で運用できています。これなんならちょっと螺旋の難易度がむず簡単だった、ちょっと前の螺旋ならファルザン短期でも12、あの星級取れるかも。これめちゃくちゃ強い、いいんじゃないでしょうか。そう、ファルザンね、スキルクレタイム短いんだよね。5秒だっけ、いや 10秒ぐらいだっけ。スキルクレタイム短くて、サイクロンがね2回使えるんだよね、銃撃で。だから銃撃、スキル使う、銃撃2発撃てばいい感じでスキル回ってね、実はアタッカー性能あるんですよ。いいよね。ミナス祈りナンバーワンさん、アーカー社世界1位のフリーナ見ていただけませんか。はい、すまん、今までのスパチャで、あの何、UID 送ってくれた人、いや見てもよかったんけど、まあちょっとね、まあ、強い人たちを見すぎたから今ちょっとでそそられんかった、すまん。ただアーカーシャシステムっていうサイトで世界1位のフリーナはさすがに気になるし、まあ、UID も800だからね、私よりも UID 若いんですよこの人。原神初日勢です、この時点で。さすがに気になるので見ます。これぐらいね、これぐらい興味そそらせてたら見るわ。みなせのりナンバーワン、これからは一緒に僕たちの未来を演じよう。で、アチーブメントは初日勢なのに集めてないっていうね。仲間だな、うん。探索のボリュームすごくなっちゃってね、探索回れねえんだよね。さあ見てみよう、1位のフリーナ。モチーフ武器、あ、ファントム4なんだ。フリーナファントム4は貫突してる人じゃない？そうだね、貫突効果を生かしてダメージ出していくフリーナは、うん、まあ、ファントム4使うかな。でも、あ、でも黄金4だけどね、フリーナといえば。まあでもちょっと見ていきましょうか。私もファントム4フリーナちょっとやったけどね。うん。ちょっと一発芸だったから。強いね。43.5 原茶。羽。44.7。自由枠ね、羽。時計が HP 時計。あ、強い。43.5 で原茶 5.2。トップが水バフで40、えぐこれ。水バフ 44.5 だ、うん、冠が、あ、すごい。アーカーシャシステムってさ、あの生物の強さを競い合えるサイトなんですけど、あれね、ガバガバです、ぶっちゃけ。なんか元素チャージ効率は範囲は測定してなかったりとかね、あと武器ごとにランキング違ったりとか、生物ごとにランキング違ってね、意外とね上位取りやすいんですよ、マイナーなビルド組めば。だからファントム4だし、どうせ、まあ、なんか、かそってるとこで1位取ったのかなとかね、元素チャージ効率軽視してんのかなと思ってました。全然そんなことないね。ちゃんと原茶も意識して、組めてるし、うん。貫突効果も活かしつつ、ちゃんとサポートもしつつ、火力も出るから、ぶっちゃけね、フリーナ、爆発使えば、ファントム4でもスキルの火力十分だから、いや、素晴らしい。原茶も漏れてんの偉くない ?HP35000 でしょ。俺、リツダメやばいよ。ファントム4だよ、だって。会心率98。ダメ305。初めて見たわ、回心率100で回心止め300って。これはファントム4で清水入れて持ってるキャラしかできないね、やばいね。で、原茶が125だから、まあ、まあ、原茶もまあ軽視してないよね、ちゃんと原茶漏れてる。ただちょっと
っとケチつけるとしたら、まあ、そうフリーナにファントム4が合うかって話だよね結局。そう、まあ、貫突効果をでフリーナはね水元素でめっちゃダメージ出んねん通常攻撃で、特に白フリーナの時多分そういう方なんだけど、ファントムハンターってね控えにいる時効果発動しないよな確か。だからフリーナのサロンメンバーの会心率自体は 62% なのなんだよね控えにいる時。これなんよな。だから私もねそれがちょっと気になっちゃってフリーナ結局ファントム4やめたんだけど、最初は使ってた強いと思います。なんなら貫突効果をでダメージ出すフリーナとしては多分最強だから君が。いいんじゃない、強い、プリプルクラウンだし祈り夢の愛を感じるわ。でも黄金4も組みたいんだろ、わかるよお前私と勝負や、ペロ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 。あーいいね、いいよ。あーおかしい。バイバイ。